本日は東京ビエンナーレ内のプログラム、東京アートファームの中からあのトークイベントをさせていただいております。で東京アートファームは、えーと、農と食、生産者と消費者、人と自然をつなぎ、アートを通して循環を再生する、多様な市民、生産者、料理人、アーティストと、 競争による循環を軸に東京駅近辺にて脳をかけるアート体験を展開しております。今日もさまざまなところであのイベントが開催しておりますのであのトーク終わりましたらもしよろしければ足を伸ばしてください。で、えっと、その東京アートファームのトークイベントとして本日は11時から1時まで。あの ここに並んでいる我々で投稿させていただきます。で本日のトークテーマとしまして「新社会性を持つミツバチから都市の DNA を探る」というタイトル付けさせていただいております。えっと内容としましては蜂蜜 DNA 解析結果を環境学者と 環境学者とースローが分析し、都市の見えざる自然資源を探るアーティストや、えー、と大学院生を交え、新社会性、エコゾフィックアート、リジェネラティブ AI をキーワードに、東京の未来の可能性を模索するトークイベントとなっております。えっと、それでは、えっと、一番初めに、 さまざまなジャンルの皆様であの構成しておりますので、それぞれ簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。<laughs> えーと、都市用法えー、都市用法ですね、あの、起点とサービスをやっております。b ロ論代表の船山と申します。はい、私についてはまたゆっくりお話しますので、あの、<laughs> 次はあの <laughs>、松田さんの方で <laughs> はい、あ皆さん、こんにちは、えー。松沢と言います。えー、イデア株式会社であの環境コンサルタントに所属しながらあの都市の生物の多様性の研究などをしております。ミツバチの,あの都市における予報、都市予報の,あの研究をあの大学院であのしておりました。えー、っとあと、まあ、会社ではあの環境の調査会社なのであの DNA を使ったりさまざ、あ、まなことやってますけど DNA の分析をして、まあ、蜂蜜を調べると その向こう側にある都市の生物多様性がまあ見えてくるというような、あのお話を今日共有させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あ、えっと、早稲田大学の建築士系なんですけど、歴史系にいます、森原雅樹と申します。普段はですね、建築デザインを世田谷区を中心にして、えっと、建築デザインの、えー。 例えば、都市農場をどうやって都市に実装するための建築的なアプローチがあるのかだとか、あとは建築士の方面ですと,、えっと、それこそ建築の起源性ですね、生き物だとか人間前の建築とは何なのかみたいなところとかをやっていたりだとか、あとは都市リサーチとして、それこそ近いかもしれませんですけれどすみませんですけどあの都市におけ、都市においてどんな緑が多いのかだとか、どんな植物が多いのかだとか、そういう部分を都市の都市計画と照らし合わせながら計画していく、良好なことをしております。よろしくお願いします。 はいえー、森原と同じく今回ネスのプロジェクトの登壇者です、えー、東京大学の、えー、農学生命科学研究科、えー、博士1年の鳥です。えっ、ー、と大学では植物の研究を、えー、やっているんですけれども、まあ,あの生物多様性と文化多様性の関係を模索しつつ、今こう長野県で地域おこしの協力をやったりとか、えー、熱海で森づくりの活動とかやったりとかしながら、えー、フィールドとこう理論のところを行き来しているようなものです。本日はよろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、東京芸術大学、えー、修士課程1年の水口りるです。えっ、ー、と、現在私は巣作りをテーマに制作を、パフォーマンスやインスタレーション制作をしていて、なんかいろいろな生き物が、その環境にどういう風に適応して、どういう風な工夫をしながら巣を作っているのかっていうのを、こう、調べながら制作をしています。えー、蜂の巣が、 他の生き物鳥とかの巣との作り方とちょっと違うなっていうのがすごい面白いなって思ったんで今日はちょっとそのお話を聞いていろいろ学ばさせていただけるなと思います。よろしくお願いします。えっと同じく東京芸術大学修士課程1年の荒川茂です。よろししくお願いします私はあの蜜蜂の 巣箱から半径2キロ圏内を行動するっていうところにちょっと着目して、それそれを元にしたインスタレーション作品などを作っております。えー、水口と同様、ちょっとそこら辺の部分を話を聞きながら勉強できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございますあ。最後になりましたけれども、えっと私えっと小西晴れと申します。 抽象画を描いておりましてアクリル画と最近は蜜ろ画を描いております。年養蜂されているビースローさんと出会って蜜ろの,の世界が広がったんですけれどもと今はそのペイントのワークショップ蜜ろペイントのワークショップなどであのビースローさんの,あのアート面での授業をあの関わらせていただいております。 えとではじゃあ自己紹介が終わったので、えー、と早速ですけれども今日のトークのタイトルになっております「新社会性を持つミツバチから都市の DNA を探る」という内容に入っていきたいと思います。じゃあここからは船山さん一旦よろしくお願いいたします。はい、ありがととううございいましたし新社会性っていうちょっと謎の言葉をちょっと まず省略し、あの省きましてですね。<laughs> はい。あの、はい、後とから、あの、えー、ということで、あの、ミツの、蜂蜜の,の DNA 分析っていうものを我々今年やっておりまして、そちらから、あの、この東京アバンファーミングに、あの、合うような、ちょっと学びを得たいなと思っておりまして、その辺でちょっと、あの、松田さんとお話しさせていただけたらなと思っております。 じゃあまず、どういった技術的なところの、えー、ご,ご説明の方をいただければなと思ってます。DNA を使って都市の生物多様性を、まあいま見るということなんですけれども、最初にキーワードとしてです、ね、環境 DNA という言葉が出てきます。の環境分析これ結構ホットな 話題ですねあの大手の新聞とか雑誌とかでもまあよく出てくるんです。で、えっとまあ、それがどういう技術なのかというのをまず最初に説明して、それを蜜蜂に、蜂蜜に応用したらこんなことが分かりましたっていう流れで説明したいと思います。でですね世のののの中にはあのこのあこ 生き物、すべての生き物の中には DNA があるので、皆さんご存知だと思いますけども、DNA ってこの生きている体の中だけじゃなくてですね、いろんなところにあるんです。今、私たちが呼吸しているこの空気の中にも微細な DNA の破片がいっぱい飛んでいるんですね。で、まあ、いろんなところにあります。で、わかりやすい例で言ったとき、池,まあ、池などって書いてますけど、池にこういろんな生き物が住んでますね。土壌がいたり、サンショウがいたり、カエルがいたり、魚がいたりする。で、こういう水の中にいる生き物がいると、 体から DNA がポロポロって落ちてきたり、破片とかが落ちてきたり、DNA が体から抽出、外に出ていっちゃったりとかしてですね、水の中に結構 DNA がいっぱい浮いてるんですよ。いっぱい浮いてるんです。で、なので、その池から水を汲むと、水を汲むと、この中に DNA がいっぱい入ってるんです、生き物の。 このもともと住んでた空間の中にいた生き物の DNA がいっぱい破片として入ってるんですね。ちょっとしかないです。こんなちょっとしかないんですけど。でもそれを最近、そのちょっとの DNA を増幅して、中に入っている生物の DNA を調べることができるんですね。池の中からコップ一杯の水を取ってくると、その池に住んでいる生き物が全部わかっちゃうという魔法の技術。これ、環境 DNA という技術なんです。これ、すごく、まあ、の10年7、8年前ですかね。にあのえー 社会実装した技術で今世界中でもやられてます。いろんなところで使われてます。これで、まあ、いろんな、まああの、パッと想像つくと思いますけど、いろんなところで使います。例えば犯人の捜査とかね、そういうのもいろんな使えるんですけど、面白い例で言うとです、ね、この時期、ちょうど今10月、11月ですけれども、東京の下水道、あの多摩川とか荒川とかで水をすくってです、ねうん、DNA 分析すると、サンマとか出てくるんですね。これは多摩川にサンマがいるからじゃなくて、 皆さんが食べた食べかすのサンマがあのな流しに流れますよね、洗い物して、その中に入った微細な DNA が川を流れて下水道処理施設を通って、さらに川に流れたものの中にもサンマの DNA が残ってるんですよね。そのくらい検出力の高い技術なんです。ほんのちょっとでも蜂、そういう魔法の技術。で、これをですね、蜂蜜に使えないかというふうにも考えたんですね、私はですね、8年ぐらい前です。で、まあ、世の中で、まあ、 ハチさんがたくさんのお花に行って、ハチを集めますよね。一種類の蜂花からハチミを集めることかってなくて、いろんな花に行きます。咲いてる花いっぱい行くんですけども、そのお花に行って、過密や花粉を集めて、巣に持って帰ってきて、最終的にはちみつにするんですね。なので、このハチミの中には、もともとの植物の DNA がほんのちょっとかもしれないけど、入っているんじゃないかなっていう予測を立てて、調べたら、 やっぱり入ってたんですね。なので、あの、蜂さんが、例えばアカシアの蜜と言っても、本当にアカシアに行ってるかなんか誰も見てないじゃないですか。だけど、アカシアの DNA が入ってればあ、本当にアカシアに行ってるなっていうのがわかるわけですよね。で、この蜂蜜を DNA 分析して、もともとってた、蜂が言ってた花を復元する。まあ、要は、この辺でやれば、この周りに咲いてるお花が、蜂蜜の調べることによって花の種類がわかるということですね。 なので、我々も都市でやった養蜂都市、街中でやった養蜂でやった蜂蜜を分析すると、そこから半径2キロと言われているミツバチたちが飛んでいくエリアのその時期にどんな花が咲いてきたかが分かるんじゃないかっていう、まあ、そういうアイディアですね。これを、ね、やってみたんです。で、これがもうその結果なんですけれども、これビースローさんのところから分析の依頼を受けて、これ今 5, つ5箇所でですね、えー ちょっと上がちょっと字切れちゃってますけど、これはどうだったらあらあだあらか足立区かな足立区。この辺は、えー、と江東区だ上の上。で、こっちが日本橋って書いてありますね。中央区、曝露地こっちが、えー、と築地かなこっちは世田谷区なんですね。で、これ、まあ、取れた時期もちょっと違うんですけども、みんな今年取れた3つですね。はい、今年の春から夏に取れたもので、この色の違いはお花の種類を示しています。そしてこの量は、 DNA の量の多さ、つまりですね、いってる、まあ、まあ、ざっくり割合です。だから、この、例えばこの緑色、これ、シロツメクサなんですけど、この築地で採れた蜂蜜のまあ60%ぐらい、55%ぐらいは、シロツメクサの蜜だってことが分かるんですね。こんなふうにあの見てみると、こうまあ、ざっくり、東京23区内の今年どんな花がこの時咲いてたのかっていうのを見ると、 一番多いのはどうも白爪草なんですね。ミツバチたちに、東京23区のハチミツは大人気。で、そのほかは結構ね、ずれるんですね。これはこ、白爪草が多いのは大体共通してるんですけど、例えば2番、これなんかだと、トウネズミもちって植物が半分、残りの半分ぐらい。逆にこの2種類でほとんどすべてですよね。こっちの築地の方に行くと、えー、なんか他の紫爪草とかハゼの木とか、そんなのが入ってたりする。 こっちはアカメガシアとかトモエソウこんなふうにですね、エリアによって当たり前なんですけど、東京23区都心部といっても、育てるところによって花の種類は全然違う。そして、あんまりほぼほぼ2種類のところもあれば、結構いろんな種類の蜂蜜を取ってきてる。これなんか確か、ね、40種類ぐらいかな。これ全部分析するとですね、全部では約90種類の植物がありました。 だから今年の夏だけで見ても、春夏で見ても、東京の都心部で100種類くらいの,あのお花をミツバチたちがそこから集めてきて、蜂蜜を作ってるってことが分かります。それからですね特徴のもう一つが、こんな感じの話でていいの <laughs> <laughs> アンダーラインが入ってる、3つありますね、草、藤、士赤メガシア、トモイソこの3つはですね、日本の在来の植物。 まあまあ、実際にちょっと草じはちょっと怪しくて、在来種のものかもしれないし、外来のものかもわかんないんですけど、まあ、逆に言うと、このアンダーラインがついてないのは、ですね、外来種なんですよ。もともと日本になかった植物。まあ、ハゼの木みたいに、ですね、もうすごい、もう何百年も前に日本に来たものもありますけど、他のものは大体近くですね、このオニマタタビなんて日本の名前っぽいですけど、これキ、キウイの。あのあのな まあ見た目小さな、ベビーキウイなんて言ってる時もありますけど、まあ、中国原産のものですね、諸葛、まあの花大根なんて言われてるんです。これも中国原産、あ、これ北メリだったかな。で、トーネズミ餅も名前から分かるように中国由来ですね。そんな感じですね。世界中の、まあ、いろんなとこから持ってきたお花が、東京の都心の、まあ、花の、まあ、メインになっている中で、外来種も多いけれども、したたかに在来種の植物も東京の都心で。 あの生き残ってるしまたその蜜を利用して蜂蜜が、まあ、取れてるということが分かりますそれからですねもう最後これは最後ですけれどもこれは同じえっ、ー、とこれは足立区で取れた全く同じ場所で同じ箱から4月に取れたのと7月に取れたのを並べてみました同じ場所同じ場所でもシロツメクサは多いんですけど両方ともシロツメクサじゃなシロツメクサを取り除いてみるとどうですか 花の種類がざっと変わりますよね3ヶ月の間で4月は、ね、まだアブラナなんか咲いてたんでしょうねでその他カラシナとかヤグルマギクとかこういうものいっぱいあったんですけどそれが4分の1ぐらいですかね40%ぐらいがシロスメクサ以外のものだったのが夏になるとどうですかむしろシロスメクサは40%ぐらいに減っちゃってその他の植物の方がガッと数が増えて、まあ、いろんな種類がまあ見えてると。 いうふうになって、こんなふうに同じ場所でやっても、その季節変化も分かるし、さっきのように土地の違い、エリアの違いも反映できる。それぞれ、まず、あ、巣箱を置いたところが大体2キロぐらいと言われていますけれども、その2キロぐらいの範囲に生えているさまざまな花をまあ利用した、その結果がまあここに集約されているというようなことが、はい、分かるかと思います。あの分析の結果は以上です。で一度、この山さんに戻します。はい、ありがとうございます。 白爪草って、なん、知ってます。く、クローバーですね。クローバー。はい。なかなか見かけないんですけど、すごい量ですね。白爪草。はい。え、そうなんですよ。実は東京の。白爪草の密度、い、いいぐらい。白爪草が。多かったっていうのは。面白いですね。 蜂蜜屋さんとしてはすごい注目に値する内容なんですけど、蜂、ま、蜜、あ、屋さんではないので、あの、<laughs> はい。あの、ほねずみ餅は、これあの、戦後、えー、結構持ってこられたあの開発機に、街、えー、路樹とか庭木によく利用されたもので、<laughs> えっと、まあ、外来生物の中でも、最近ちょっとなんですかね、注目っていうか、これが反もすると、他の日本の在来の植物が、<laughs> ちょっとなんですかね、うん、虐げられちゃう傾向があるので、あ,のあんまりたくさん入ってきてほしくないなと環境省的には言ってる植物です。なので、もともとんですかね、なんすかち,ょまあ、ちょっと要注意みたいな。だけどまあ利用価値は同じ。うん、よく聞いたので、二千アカシアもそうですよね。ハチミツでアカシアの蜜っていうふうに言われてるのは。うんうん 正式にはアカシアじゃなくてニセアカシア日本名ではハリエンジュという植物なんですけれども、はい、あれももともとは外来元々とか外来生物で在来の植物をこう駆逐してしまうすごく強い生物ですので一生懸命駆除もしてる植物なんですけども一方で蜜源としては非常に優秀なので <laughs>。 養蜂業者さんと生物多様性、まあ、在来の生物を守りたい人たちとの間の葛藤があってですね、<laughs> まあここは生えててもいいけど、ここは抜こうみたいな、そんなような立て分けが起きてます。はい、梅雨の時期に咲くんですよね、確か。そうですね、あのはい、5月から6月半ばぐらいにかけて咲きますかね。ねはい、はいあの。私的に気に,あのなんか気になったことあります ちょっとまず,まず聞いいてみたいあ僕,僕建築士が、えっと主にやってることなんですけどすごい遺跡の発見みたいだなと思っててあのよく、まあ、地層ど,どの地層に何が埋まってるかとか大体古代的な認定あのどの世代にど,のどんな様式があったかと技術があったかとやるんですけどこれとかも例えばこの,この場所には実はこういうものがたくさん こういうシロツメックスがめちゃくちゃあっただとかそういうのはすごい発見的で面白いなって思いましたっていうのとあとはその例えばどんな風景だったんだろうなだとかどういう僕が思ってるその街並みの中のおける緑の風景とかと全然違ったんじゃないかなってことが想像できたりしてこのグラフからは僕すごく興味深いなと思いました鳥く君ちょっとありますかそうですねあのなんか在来種とか外来種っていう言葉が ここで出てきたと思うんですけどなんかそこがこう気になっていてこう単にこうやっぱ外来種っていう言葉からはなんかこうネガティブなイメージがあの一般的にはあると思うんですけれどもまあこう蜂蜜的には嬉しい外来種みたいなものも あるとということで、こう人間がこう何をもってそこのこう選択をするのかとかそれに対して働きかけていくのかっていうのがこうまさにこう蜂蜜っていう、まあ、いわゆる食文化に人間の食文化っていうのがあってこうじゃあ生,生物のこうでしょう、ね、割合というかあの食性みたいなものがあってなんかバチという,こう自然物を介してそこは行われてるのでなかなかこう判断が難しいんだなっていうことがすごくよく分かってこう考えさせられたなというふうに思います。うん 西洋ミツバチ日本にはミツバチ2種類日本ミツバチと西洋ミツバチがいますけどこれは西洋ミツバチでしたよね、はい、なので、はい、働いてたのも西洋ミツバチでも働いてた西洋ミツバ外来種の西洋ミツバチが外来の植物も利用するけど 在来の植物も結構したたかに利用する。まあ、お互いに多分利用してるんですね。植物の方も外来のミツバチを利用して受粉しているわけですから。まあ、そういう彼らにとってみれば外来も在来もあんま関係ない。利用できるやつはどんどん利用するって多分そういうような西洋ミツバチは自分が外来生物だと思いながら動いてるわけでは全然ないですよね。なので僕たちは全然違う感覚で動いてるはずですね。はい。はい、ありがとうございます。 えっとですね、まあ実際のところそういう、まあ、環境分析とか、まあ今、ホットトレンドっていうことだと思うんですけど、まあ実際にはその、ただ目で見て植物を探すっていうこともできるわけですけど、なぜ蜂蜜というものの、えー、しょ DNA 分析をすることによって、えー、つまり環境への 作用っていうものが分かるのかっていうことが私の注目ポイントなんですけど、あのー、それについて、松田さんの意見、えー、を伺いたいというかですね、あんまつまりな何を言いたいかというと、海,海外では私はよく調べてるんですけど、はただ植物を見かけて、こういうものがありました。っていうことよりも、蜂蜜をやる、 えー、蜂蜜での中からそれを見つけるっていうことはどのような違いがあるっていうふうに環境学者からは考えられているのかその辺をちょっと聞いてみたいかなとはい <laughs> そうですねあのやっぱ結構あの,いあの難しい質問だと思いますけどあの間違いなく言えるのは僕らが見てる世界と蜂が見てる世界は違うっていうことですねでえっ、ー、とー ここのデータにはないんですけれども、えっと、私が他のところで調べたときに、えー、人間が一生懸命、あああの富士山の麓で調べたときに、えー、同じように調べたら、そこにあるはずのない植物がいっぱい入ってたんですよ。この,はんこの辺では見つかってないはず。要は人間が一生懸命探しても、全然見つからないのに、蜂蜜の40%ぐらいがその花に依存しているなんていう植物があったんですね。ここれはすごいことで これ何にすごいかっていうと、2つの可能性があって、1個は人間は見つけられないものを彼らは平気で見つけている可能性が高い。あともし、もしかすると、その花はです、ね、10キロ先には生えてるんですよ。で、蜂は今まで2キロって言われてるんですけど、本当に2キロまで行ってるかどうかって、ちゃんと実は調べられてないんですよ。だから条件がいいと、10キロぐらい、もしかしたら平気で行ってるのかもしれないですね。そのどっちかだったとしても大発見なんですよね。 でそういうふうに DNA を、その蜂を通した DNA、蜂目線での DNA 分析をすると、人間が見ているものとは全然違う世界が見えてきている。これは蜂の世界で見えている花なんですよね。多分僕らが行って、その2キロ以内の花の植物の割合を見ても、全然これと違う数値になっているはずなんですよね。なので、このフィルターは、僕らが見やすくしてはいるけれども、実際の花の量とは多分違う。 彼らにとっては例えばきれいに咲いてるチューリップとか、まあ、チューリップって確かほとんど蜜が取れないのかな。なので例えばまあ春だから、まあ、どのくらい咲いてるか分かんないですけどチューリップなんかは実際には僕らが調査したらいっぱい生えてるのにこれには全然反映されてない。だから僕らからすると花にも認識しないただの葉っぱに見えるような地味なものが蜂,蜂から見ると非常に美しいお花畑に見えてるっていうようなそういう違いはあ、あるんじゃないですかね。 そう,ですあのそういう、えーまあ、生物多様性の促進に取り組む企業さんな,などにおいてはですねあのそういう、まあ、データというか確証を得たいっていうことがあると思うんですけどつまりどういった植物を探せばいいのかあ植えればいいのかっていうことにおいてあのよく私も見てるんですけど蜂蜜から取れるっていうことはそれ,それはつまりあの 結実を促したという結論も出せるわけですけど、その辺についてはいかがでしょうか。あ、はい、おっしゃる通りですね。あの、まあ蜜を取ってる、これはあの蜜と花粉の両方の DNA が混ざってますので、まあそこもちょっと微妙な誤差は生むものではあるんですけども、まあいずれにしてもあのハが花に行くっていうのは、その花の受粉を促す、あの花粉花粉を運んであの結実を結実を促す作用をしているんですね。これ受粉の 機能ポリネーションと言うんですけども、そのポリネーションとしての機能はすごく大きくて、蜂蜜世界中で取れている蜂蜜の量よりも、このむしろ受粉の機能の方が人間にとっては貢献していると言われています。我々が食べている食べ物の,3、まああの数え方にもよりますが、大体3分の1から半分ぐらいが、この蜂などを中心とする虫たちが、虫や動物が受粉した機能によって結実する。 食べ物、まあ、果物なんか分かりやすい例ですね。そういうふうにあの僕らはその彼らが運んでくれる自分の機能をすごく恩恵を受けてるわけですね。で、まあ、その機能は食べ物を通してもあれあの我々にも恩恵を被るし。 植物にとっても地元にとっている植物、例えばこんなトモエソウとかアカメガシはまあ強い植物ですけど、まあ、地味なもの、この多分もっと少ない中にはもう希少な生物、もう都心部ではほとんどいなくなっちゃってるんじゃないかなみたいなものう多分何種類か入ってたんですけども、そういったものが、えー、と都市化によって、えー、日本ミツバチもだいぶ減ってきてしまって、昔は日本ミツバチが受粉してくれてたんだけど、もう今受粉してくれる人がいなくて。 西洋ミツバチを持ってきてくれるおかげで、なんとか受粉ができて助かったなんて、そんな在来の生物もいるきっといるはずだと思います、はい。そういう意味もあると思いますね。そうですよね、私があのそういう意味であの気になったということで、あのただ街路樹のマ,マップを見て、これだけの、えー、植物が植えられてましたっていうところだと、まあ、今の時代、ちょっと不十分になってきているのかなと。 思いますし、まあ、えん、なんていうんですか、その園芸植物っていうんですか、あの見るだけの、人間が見て楽しむだけの植物がどのぐらい意味があるのかっていうことも、やはり考える必要があるというところが分かるのかなと思いました。はい。とりあえずは DNA の方はこのような感じになっておりまして、えー、 で、あの、はい。松尾さん、ありがとうございました。それで、ちょっと、そちらに行きたいなと思っております。はい。で、あの、生成 AI って、まあ、リ,リジェネラティブというか、ジェネラ,ジェネラティブ AI ですね。えー、ちょっと、ご紹介いただければなと思ってます。ああ、うん、よろしくお願いします。 見えてます。大丈夫ですかね。えっと森原と言います。今ネストというチームで僕と鳥居と須藤ともう一人のメンバーでやっております。で、僕らは元々あの建築系なんですけど、ちょっと AI 使うと、まあそれこそ先ほどね八八から見た都市の視点ってどうなっていくのだとか、なんか気になりますよねとか、それ人間外マルチスペシス的な見方をしたときに物事とか建築の見方がどうなっていくのかとかいうところにちょっとすごく興味があって、そういうことを AI とかで可能になるんじゃないかということでちょっとトライしているようなチームになっています。 えー、一つは、えーと、墨田区に京島とエリアがありまして、ここで京島ローラープロジェクトというのをやってみています。よいしょ例えばその、これ、左側 AI で作ったやつなんですけど、えーあの、それこそそうなんですよ。で、あの京島手町は結構面白いことにですね、築、えー、1年ぐらいの、なんかちょっと上がか、大丈夫かな、築100年ぐらいの木造長屋だとか、そういう持続的なコミュニティが存在していまして、 まあ、東京という近代都市の中で自発的になんか作られていたような共同的な建築像が残っているような場所でして、でそこの街の並みだとか、まあ、まずは人間の視点で、どんなものがこの場所らしいんだろうかだとか、京島という街らしいんだろうかということをとりあえずフィードワークして200枚ぐらい集めた上で、えー、選定して70枚ぐらい、僕たちはこれがかっこいいんじゃないかだとか、この街らしいみたいなところを、まあ、探してみると。よいしょでその上で、えっと、僕らの解釈と、 僕らじゃない AI の解釈みたいなところを混ぜ合わせながら AI 的にはこういうものが多いだとかこういう構図が多いよみたいなところとかを学習してもらうとでそうなってくるとこういう感じで言語が出てきますとでかつそれを、えっとまあ、そのデザインコードみたいなところが読み取った上で、まあ、追加学習によってその,、ま、その街らしさみたいなところとかだけを、まあ、ふわっと上に浮かせて粘土みたいな,なんかふわっとしたものに仕上げていくと それを見ながら、えっとまあ、その AI が考えている京島の風景と、僕らがこれかっこいいなって思う風景を何回か出力し合いながら対話していくと、例えばこういうような風景が見えて,てくると。で、これは今回はその、まあ、都市農場みたいなものを入れ込んだらどうなるんだろうかみたいなところで実験してみてるんですけど、まあ、京島らしさを保ちつつも、なんかこのような感じでな、なぜか、なんか吹き抜けて、吹き抜けが抜け回りますよねだとか、緑が出てきてますよねだとか、なんか見えざるような。 その都市の変容だとか可能性みたいなところを示唆してくれるんじゃないかと。で、これとかもこんなに植木鉢あるわけじゃないんですよ。ただ、え、なんかすごい植木鉢が大量に出ちゃってるみたいな、こういうちょっと過激,過激というか、過剰な、えっと、見せ方みたいなところとかも、これでもいいよねって思えるような東京の風景だったりだとか、街の風景になりうるんじゃないかってこととかを、僕らはこういう可能性を考えています。はい、これもですね 例えばなんか道端に突然こんな感じで農場が植えてしまってるみたいな,なんか人間だとなかなかデザインしないような行為とかもできてきてでこれ見たら別になんかもしかしたらこれでもいいかもしれないねだとか可能性的には考えれると思うもんですよねっていうのがまあそれこそ三ツ橋の視点じゃないですけど僕らじゃない視点みたいなとことかをやっていくとできてくるみたいなことをやっています、は。い あとはもうちょっと,、えっと進化版として渋谷とく渋谷っていう逆に人工都市みたいなところとかのどうなるのかみたいなところとかを考えてみていて、えー、と僕も同じく先ほど言ったようなその都市って人工大地に覆われていてでもう引っ張らせないみたいな状態になった時に、まあ、この上にどう自然を築いていくんですかだとか もう一度その何ですかね、リジネーティブしていくんですかみたいなとことかにやっぱり興味があるので、まあ、ここで渋谷でもやってみようとした上で、同じようにフィールドワークをしてで、ちょっといろんな街らしさみたいな、まあ、逆に見えないんですけどね、渋谷だから。 それっぽいいのしか出ないんですけどやってみたときにじゃあ渋谷に年の城を埋めたときに、まあ、こんな風景が出てきて、まあ、もしかしたらこんな風景になりうるかもしれないですよねとか例えば右上とか完全に宮下パークが崩れ去っている風景だったりてるんですけどちょっと見えづらいかな <laughs> だったりだとかしてるんですけどこんなに緑になった未来とかでも逆に渋谷とかが。 まあそういう人口の上に緑が立っ,た立って、逆に僕らが地方に行くみたいな、そういう,そう,いうな生活するスタイルもありうるということが想像できたりだとか。あとはもう一個これ面白いのは、えっとまあ、都市ってやっぱりその人にとっては未来を想像しにくい場所だとか、こうなるかもねみたいなところとに,に対して、なかなか主体性が持,つば持てる場所はないと捉えていて、例えば50年後と100年後、まあ、75年後とかでどんな都市変容が起こって、どんなストーリーが紡げるんでしょうねっていうことかも、 別に芸術家じゃなくても、例えば一般の方でも想像できるようになっていくと。そうなってくると、街づくりだとか、都市の作り方だとか、市民参加のあり方って結構変わってくるんじゃないですかね、ということとかを考えています。はい。という感じで、ちょっとレクチャーっぽい感じなんですけれども、簡単になんですけどね。えっ、ー、と、すごい、その、僕らが大事しているのは、その、都市らしさみたいなところ、特徴を読み解いた上で、まあ、バーっと新築だとか、ビル建てるんじゃなくて、 その場所の特徴とかを僕,以外僕らの以外視点以外の視点を用いながら読み解いた上で、じゃあ、ここからどう再生できるんだろうかとか、掘り起こせるんだろうかというと、想起させるような感じですねで。ちょっとさっき面白いなと思ったえば例えば、えば白ロツメクサが昔そういうたくさんがあっただとか、あったとしたら白ロツメクサで埋め尽くされたような風景ってどうやって作れるんだろうかとも意外と想像できたりするんだろうなと思っていて、まあ、そんなことできたらいいのかなというような感じのプロジェクトをやってみております。はい、一旦以上になります。はい、感じかな。 これこんな感じで都市変容のなんか、こんな感じのこともできちゃうみたいな感じで、例えばそうなってくるとやっぱ創造性、創造的になれますよね、だとか、なんか、感じですかね。そう。もう一回流しとくか。うん。って感じで、ちょっと、これを用いながら都市、都市の民主的な、その、いわゆる、こういう場所になったらいいんじゃないかとか、こういうものを埋め込めるじゃないかってこととかが、まあ、ラフに提案できるようなツールとかも作ろうとしているような感じでございます。はい。以上になります。 ありがとうございます。はい。それでは、あの、また別のテーマとして、あの、書かせていただいた、あの、エコゾフィックアートですかね。エコゾフィックっていう言葉がありますけど、意味わかりますかねガタりですかねエコ。エコゾフィという、エコゾフィって説明できますエコゾフィがりですかちょっと、お願いしますね、全 <laughs> 然。 まあ、あの、ウィキペリアを見ていただく <laughs> ということにしていただいてですね。はい。<laughs> あの、こういう感じの,あの、あの、アートっていうものを、ちょっと後で話しますけど、あの、アーティストの方々、ちょっと3人いるんですけども、なんか、思うところとか、あの、ご自身の作品など、どんな感じで考えられているのかっていうのをちょっとご紹介いただければなと。どうぞ。はい。 えー、私は先ほど巣作りを、えー、テーマに制作をしているって言ったんですけどもうあの船山さんがおっしゃっていたようにミツバチの視点とかあと AI の視点とかそういうそういうことをもう少しいろんな生き物に広げてそのこの生き物はこれを材料にして自分の居場所を こういうふうに作るんじゃないのかっていうのを最初に考え始めて作ったのがこの作品なんですけどこれは鳥カラスがこう、家の庭に巣を作っていてそのそこにあるもので自分の居場所を自分で選んで作っていくっていうのがすごいそのなんだろうな。その カラス、自分ではそのハンガーを家にするっていうことを想像していなかったので、うん、別の生き物の視点にこう近づくためにこういうことをし始めましたで、うん、その後に人間だったら私はどういう巣を何を素材を使ってどういう居場所を作るのかっていうのを考えて 卒業制作ではその人人と人とのコミュニケーションで自分の巣を作るっていうことをしてもらったもので自分の居場所を作るっていうことをやったんですけどそのいろんな生き物の何だろう何を素材として何を居場所とするのかっていうのを考えながら自分の巣人間の巣って何だろうっていうのを考えながら。 制作をしていいいまますす、はい、ありがとうございます荒川様あはい、私は先ほどお話しした蜂の半径2キロ圏内っていうのをテーマに制作をしましてあのギャラリービースローさんがやってらっしゃるギャラリーから半径2キロ圏内を蜂と同じように実際に歩いてみていろいろなものをこう 見学しながらあの場所の風景を採取するってちょっとさっきの芽さんたちと同じようなことをちょっと一人でやってみるっていう感じでやっていました。でそれをそこで集めた風景を蜜ろで実際に固めてこう吊るして蜜蜂のようにはなんか巣を作るっていうことをやってみる。 でそ,うそ,うすそういうことをやった結果、多分いろんな風景がこう混ざり合って、また違う都市の,あの変容だったりとか、私視点の,あの新たな場所みたいなものが出てくるんじゃないかなっていうあのやり方をやっております。<laughs> はい、はい。はい。ありがとうございます。あアートの方は ココニーさんはあのそういった視点でどんな最近の作品の考えとかはい <laughs> 最近の作品の考えをまあミツロとかえなんですけどそうですねミツロってあるんですよミツミツご存知ない方や説明した方がよろしいですかねお願いしますミツロというのは松田さん的にはどういう <laughs> 蜜、何か。蜜蝋というのがな、なん、はい、なんなのかっていう。なんなのか。はい、環境的に。<laughs> <laughs> 難しい。はい、<laughs> すごいフリーズ <laughs>、ええ。<laughs> あの、蜜蝋は、あの、皆さんご存知の通り、蜂が作る。ものの一つですね。蜂、蜜蜂は。蜂蜜を作ったり、蜜蝋を作ったり、ロイヤルゼリーを作ったり。あの、プロポリスを作ったり、いろんなものを作るんですけど、その代表、蜜蜂が作る代表的なものの一つが蜜蝋です。で、蜜蜂は蜜蜂,蜂は何に使ってるかっていうと。 えー、居住空間、それから自分たちの繁殖空間、空間を作るものの材料にしています。これね、体から出てくるんですよ。すごいですよね。体の節から蜜蝋、若いバチが蜜蝋を生成して、体から出てくるんですね。で、それを家の材料にする。なかなかすごくないですか。まあ、僕たちとちょっとね、考雰囲気違いますけど、まあ、夏の日にあの皮がベロンってむけちゃったやつを、で、壁を作るとか、そんなようなことですね。 で、ミツバチたちはその巣、その六角形の巣がありますよね。あれで、あの中で子育てもし、あのちょちょあの朝食ですね、蜂蜜のため、えー、自分たちがまあ日々暮らす生活でもあり、生活空間のすべてをそれで作るっていうまあもの、魔法の材料だと思います。で、まあ、ある程度柔らかいので、 あの熱を少し暖かくなると加工がしやすいですね。蜂たちも自分たちの口でくちゃくちゃ噛んで形を作る、まあ、そういうあの、まあ、人間の感覚という粘土みたいなそういう素材です。はいはい、安定している物質。材料的には油に近いです。あでもほとんど油です、はい、ワックスですね、えー、油です。はい、そんなものですこれがなんとあの美術的な文脈で出てくるっていうことについて伺えますか は<あ>はいここ、はいえ <laughs> すごいな、振りがちょっと多いですね。<laughs> え<と>えー、美術的な、あえっ、ー、と、三郎側の話とかじゃなくて。はいあのー ミイラとかの話はい、そうです、<あ>ミイラとかです、ね。あの、昔、防腐、あの、ミイ自体はですね、非常にあの空気を遮断する力があったり、それ自体に殺菌機能があったりとかするので、昔からあの防腐剤に使われてたらしいんですね。らしいから、そういう遺跡の、そのわかりやすいのはミイラとか、ミイラ以外にもあるんですけど、あの、保存量とか、あの、物を腐らないように、未来に、あの、時間を超えてしょ、未来につなぐための魔法の素材として人間は、 利用してたっていうのがあって、で、さらに加工もしやすいわけですね。なので、えー、それを、えーと、そういうなんか不思議な素材って、なんかアートの世界の,感覚あの鋭敏な感覚からすると、すごく面白い素材じゃないですか。で、油なので色も結構混ざりやすいんですよね。で、しかも加工しやすくて、それなりに安定してて、熱をかければ溶ける、混ざる、固まるっていうような面白い特徴、しかも保存も効くっていう特徴を生かして、 何か作れないかなと思った人たちがいて、こういう人が生まれるということになります <laughs> はい、素晴らしい。じゃあ、お願いします。はい、えっと、今松尾先生があのご紹介いただいたように。その。まあ、蜜蝋がというものを、私はその蜜蝋を使って書いております。で、あと、東京ビエンナーレの、あの。 このプログラムの一つとしてあの今東京駅のグランルーフの2階に今も今日もあの使われているんですけれどもあのバサイリンを使って作ったロングテーブルに蜜蝋、えっと、のペイントを皆さんと一緒にワークショップでさせていただきましたそんな蜜蝋のワークショップもさせていただいております で蜜蝋はその今おっしゃっていただいたんですけど加工がしやすいで熱で溶けるのであの実際蜜蝋持ってくればよかったですね。あの本当になんていうか蝋うの蝋蜜蝋っては蜂蜜の蜜に蝋うの蝋って書くんですけどほんと大きめの蝋うの塊みたいな形でまああ頂い,いてでそれを65度で溶かします。 でそうすると液体化するのでそこに、まあ、色をつけてで筆をつけてにつけてこう書くんですけどそうですねなんか,かえ私が蜜ろ画になぜハマったかをちょっと <laughs> <laughs> お伝えするといいす、はい、今まで、まあ、絵を描くのを習っていると、まあ、鉛筆を持ち あ油絵を与えられ水彩を与えられ、まあ、そうやってこう特に何も考えずに画材を使って描いていてで、まあ、自分が扱いやすいものを無,いもう無自覚に使っていたで光郎側に本当にたまたまあの出会って描いた時に一つは今までその自分が使っていたあの、まあ、画材 に、が。なんていうか、どんなものが入っていて、自然にどんな影響を及ぼすのか、全く考えてなかったなっていうことを。蜜蝋を、こう、使った瞬間に、なんか体で。分かったんですね。なんか。あ、これはもう、自然のものととても結びついていて、で、さらに動物由来の蝋。なので。なんていうか、本当、生物から教えていただいた感覚が。 筆をの先からとってもしましてなのでその、まあ、絵描きとして作品をどん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 作っているんですけどそこの時の素材を選ぶまあある意味無責任だったなって反省とあと自然のものからの学びはとっても偉大だなと思ってでそういうもののエネルギーをあのいろんな方に広げたいと思ってワークショップもしていますありがとうございます 蜜ろうを使ったアーティスト、今日もう一人来てるんですけど、話聞いてみたいなと。<laughs> とすみません、ちょっと飛び入りであれなんですけど。 蜜ろうです、ねまあ、わた私も絵画の領域出身で蜜蝋というのは本当にあの古代から使われているあの画材ですので絵画史をまあ遡ってあの使うに至ったんですけれども、まあ、彼女と一緒にでしてあの、まあ、仮想性のあるあの、えー、材料ですので一、まあ、回こう描いたり形にしたものを一回溶かしてっていうまた作り直すということができるんですけどそこに。 あのまあ、歴史を貯めていくというか記憶を貯めていくというようなあの、まあ、表彰ができるかなと思ったのがまず第一で、まあ、そこからいろいろとその、まあ、西洋文脈だとたくさんメタファーに使われたりとかシンボリックな意味であの使われることもとても多いのであそういったサブトピックにいろいろ遊びながら、えー、作品を作っています。昨日ぐらいいまでで京都であのとても大きい三の 作品を蜜蜂 <laughs> っていうのは何,何からできてるか知ってますかそもそもあの蜂が蜜,蜜蜂が分泌したっていうことはまあ知ってるんですけど <laughs> それは何をどのように作り出したのかっていうことをご存知の方いらっしゃいますつまり何かを 何かを食べてきて何かをこう代謝して作り出したわけですけどそれが僕結構大事だなと思っていてなんだと思います <laughs> 一言で言って要するにそのシンボリックな人類にとってシンボリックな素材は本当はどこから来た 草を食べてプロテイン的なものを出したと。うーん。ちょ、ちょっと違いますね。<laughs> <laughs> あの、え、草は草なんですけど。えはい。いろいろど、そんな感じでどんどん自然界のどこから本当は来てるのかっていう。これがあの、結構あの、僕のあの、 <laughs> つまり宇宙的なものから来てるんじゃないかっていうところがあってあ要するにね植物だって太陽から太陽があって初めてできるわけですけど、まあ、宇宙から飛んできてるものですからね太陽っていうのはうんはいえっとし知ってます <laughs> いやシンプルで密からできてますよねはい どうぞ、お得があれば。基本原料は蜂蜜と一緒です。蜂蜜になるか蜜蝋になるかみたいな、そんな違いなので、過蜜由来ですね。まあ、他にちょっとタンパク質も使うみたいですけど。はい、基本は花の蜜で、蜂が。これは蜜蝋にしようかなとか。こっちは蜂蜜にしようかなって、自分たちで。考えて、作り分けをします。はい。だから、お家をたくさん作んなきゃいけないときは。蜂蜜の量は少なくしておいて、蜜蝋をいっぱい作る。 その反対とかもある。仮想性があります。はい、いいですか、これで。はい。そ,その蜜はどこから来てるんですか <laughs> <laughs> またさらに <laughs> 深掘りしたいんですけど花は。はい。ヤ山さんの糸は多分、花から来てるって言ったら、その花はどこから来てるんですか、うん、土から来てます。土、あの、 地面から来てますと。でも地面だけじゃないですよねと。ね、あの多分雨が降り、光が必要で、まあ、養分も必要で、多分そうん、そういうものの総和としての過密ということでしょうか。はい。はい、<laughs> ここはあの、ここでストップしましょう。そ,そういう感じであの、アートもありましてこ、ここら辺でそろそろ新社会性に行きましょうかっていう感じになってきたんですけど。 あの、<laughs> ここから急にあの、ちょっとアクセルが一つ上がるわけですけど、あのしし、結構皆さん言われたことの中にあの、まあ、マルチスピーチーズとか、その、マルチスピーチーズって言葉普通に使っていいですかえっ、ー、と、人類以外の、マルチっていうのは人類以外の生物っていうことですね。人類以外の生物が使えるとか、 着想を得てるとかっていうことをマルチスピーシーズとか言って行ったりするんですけどそれがあの我々の考える新社会性に近いと僕は思って言いましてまあ社会っていうのは人間が作ったもので新社会性っていうのはまあ一つの考え方としてマルチスピーシーズの社会学であると社,社会であると私は考えてるわけですけどえその辺についてあの何かこう深掘りできたらなと思ってるんですけど <laughs> 意識 <laughs>、はい、を一気に上げてですね、これは人類学的な話とかもいろいろあります、まあ、マルチスピーチーズ人類学っていう言葉も最近ありますけども、つまり人類学っていうのは人間だけで考えてて、完結してはいけないと、あの全体としてですねあの強、強制というんですかね、強制,強制系っていうものがある,あるわけですけど、その辺について、皆さんあの無、無意識的にも考えられてる若い方だなと、非常に思ったわけですけど、なんかこの辺について意見,意見ありますか <laughs> あの僕建築とかデザインもともと装設計やってたんですけどあの何に何を意思を持って携帯を与えるのかにすごい悩んでつ,つまり僕の一人の視点だとか一人の俗人的な目線だけで物を作っていい時代なんだろうかみたいなところとかすごい違和感を持ち始めてから、まあ、今そ,のそれこそ生き物の巣の研究とかそれを建築的に紐解いてみたいなことをしてるんですけどなんかそういう。 詐欺的な視点を持たざるを得ない時代なんじゃないかなとって、船山さんが言っていらっしゃることもそういうことなんじゃないかなと思ってて、なんか社会みたいなものが人間だけのシステムだとか、組織化されたものとしてだけじゃない視点のいわゆるストラクチャーを組まなきゃならないんじゃないかみたいなこととかを、なんか僕もなんとなく考えないといけないんだろうなと思ってるところありますはい、あのさっき言われたこと、すでに考えてるんじゃないかなと僕は思ったわけですけど <laughs> そ、その辺のね、水口さんも多分、マルチスピーシーズの巣ってことですよね。 はい、<laughs> <laughs> はい、あの、分かってないところがボールが飛んできて、ビビってる感じなんですけど、まりミツバチというのは2キロの中で全てを作らなきゃいけないっていうミッションを持ってるから、別にそこら辺にハンガーが転がってたら、ハンガーで支えなきゃいけないわけですよ。うん、あの地球の裏側からなんか持ってきたものを飲んで、楽しんでる人類とはちょっと違ううん、うん、っていう。 ね、火星からなんか持ってこないと人類がもうい,いかないとかいう話もあるわけですけどその辺についてのなんかメッセージなわけですかそこにあるもので作らなきゃいいけないいけってことですよね、えー、っていう地産地消とも言えるわけですけど、うん、なんかそこら辺がそのミツバチが自分で分泌したもので作るっていうのともすごいつ,つながってるなって今お話聞いて思って。うん でその人間は今そのいろんなところからこう遠くから運んできてわざわざ作ってるけどその必要ってどのぐらいあるんだろうかとか、はい、その同じ金質化したもの例えばコンクリートとかそういうものでこう場所場所に 場所をどの場所で作るとか関係なしに同じものを作るっていうのがどのぐらいそのなんか正しいのかとかそういうのが結構今気になっててでもなんか同時にそれがちょっと話が変わっちゃうかもしれないんですけどミツバチの巣の作り方自体がなんだろう人間の今のこう ビル群とかそういうのと結構似てる部分もあるなっていうふうに思ったりもしてその新社会性新社会性ってその新社会性って何ですか <laughs> <laughs> どうぞ <laughs> 僕じゃない人に答えた方がいい あの詳しい方もいらっしゃるかもしれませんけど多くの方あのご存じないかもしれませんであの。私が今からお話しするのは「新社会性」っていう言葉が生まれた、まあ、起源になった生物学生態学の動物行動学とか生態学が最初のあ最初とかあの社会性って言葉じゃなくて「新社会性」っていうのはあの そこで生生まれてきたその生物学的なと今そのアートの世界に結びつけるともうその領域をぐっと超えてもっと違うところまで概念が広がっているでその外側のしかも最先端の,のことを今いきなり船山さんが触れ、うん、どう思いますみたいな, <laughs> なったので多分難しい問いだったと思うんですけどその根っこのところだけあの、まあ、時間の中でであのお話しますけど新社会性っていうのはあの皆さんご存知聞いたことあると思いますかあのチャーールズ・ダーウィン 進化論を作った人いますよねで彼が世界中を回って動物の進化ってどうやって生物の進化って進むんだろうっていうのを見つけた時に、えー、一つの真理これが多分生物の真理になるだろうっていうのが一個体の生物が自分の子孫を後世に向るあの伝える最大化自分の利益を最大化するように個体は振る舞う。 その結果として生物は進化するっていうのが、まあ、彼の結論の一つなんですね。で、なんですけども、えー、そのチャールズ・ダーウィンの進化論を彼はですね、後世、後世というか、後になって、揺らつかせる、ぐらつかせる非常に危うい存在があるんだ。それが蜂や蟻の中にある社会なんだっていうふうに言ってるんですね。これどういうことかっていうと、蜂や蟻の世界っていうのは、 あの、まあ、チがわかりやすいですね。女王バチがいて、たくさんの働きバチがいて、まあ、一部のオスバチがいる。大体こんなような社会になっていて、その中で卵を産むのは女王バチだけですね。で、他の働きバチミツバチなんかもそうですけども、自分はどんなに、もうほんと、シャニモに働いてるのに、自分の子供は一匹も残すことができないし、残さないです。なのに、命がけで働くんですよね。本当に命がけで働く。で、それを、 はそのジャダーウィンが言っていた1個体の利益を最大化するため最大化するように生物は進化するのにこのミツバチたちは自分を犠牲にして他のジョ蜂バチのために命を捧げているように見えると。 これは生物の進化論、私の進化論を根底から覆す非常に危うい存在だっていうので、まあ、ビビってたんですね。まあ、後にですね、生物学の解釈でそれでも実は遺伝子的には後世に一番それでも残るんだっていうことが説明されるようになるんですけど、こういうふうにですね、一見自己犠牲があるような生物、 のグループがあるんで、すねでこれを新社会性生物っていうふうに最初に名付けたんです。で、今問題が整理されて、新社会生物、新社会生,生物には3つの定義が、まあ、大体あるんです。で、この3つを揃えてると、まあ、大体新社会性生,生物だって言われていて、1個は明確な多形っていうんですけど、見た目の形、あの1種類のミツバチの中で、見た目に、バチとか働きチ形が明確に違いますよね。こういう見,見た目の多形そして役割分担。 ががあるっていうのが1個それから、えー、と生殖に参加しない個体がいるっていうのが2つ目の定義、条件ですね。で3つ目が複数の世代が同居しているっていう。でこの3つの条件が整ってたら新社会性がある生物として認定しましょうって定義があってで、当初ミツバチとアリだけだったんですけど、その後いろんな生物の中でこの新社会性があるっていうのが分かって、裸デバネズミなんてネズミの仲間でも。 そういうことがあるし、年金とかですね、年金でわかります、まあ、アメーバーみたいな動いてるやつなんですあいつらも新社会性生物だって今言われてるんですね。こういうふうに、あのーまあ、一見自己犠牲、繁殖に関わらない個体まで含めて複数世代が同居している生物の世界の新社会性っていうのがもともとの新社会性です。で、それがもっと普遍して、多分、あの先ほど船山さんがおっしゃったのは、複数の、あのー、種が存在してて、 あのもしかするとあ人間の社会で言えばあの明確な役割分担とか繁殖に参加しない個体がいるけど複数が共同してるまあそう言われてみれば人間の社会もそんな感じもしますよねでもっと言えば人間という種だけじゃなくて他の種とかも同居してたりああいう蜂,蜂を中心に見ると蜜蜂だけじゃなくて花,たち花なんかも含めて一つの社会を形成してるんじゃないのかみたいなそういう捉え方もできないかみたいなのがこう。 あの新社会性の概念の外側にどんどん広がっていってるって多分その辺がアートの人とかアンテナの高い人たちが面白いっていうふうに思っていらっしゃるのかなと私は感じてます。違いますかどうでしょう <laughs> あの生物学の人間からするとすごい不思議なんですよ。なんで皆さんこんなに新社会性新社会性っていうのかなっていう、まあ、率直な不思議さがあります。中西さんいか,いかがですか <laughs> ありがとうございます。はい。なんか、指名されるような気がしました。<laughs> そうですね。いや僕も、あの、まあ、船山さんと出会ったの3ヶ月ぐらい前なんですけど、それから、その、こう、アリとか、ハチの子とこう一緒に、こう、まあ、年をこう、こう、手伝いながら、こう、見させていただいてるんですけど、その、 人間って社会的な生き物っていうふうになんか自分たちがこう概念的になんか捉えてきたみたいなことをなんかすごく俯瞰させてくれる存在だなっていうふうになんか感じていますっていうのが一つとなんかぜひ皆さんにお伺いしたいなと思うんですけどなんかそのこうまあ社会っていうふうに こう人類が捉えていてそれに対してこうアートだったりとか建築だったりとかさまざまな方面からこう社会っていうものをこ,う、まあ、これからみんな気づいていかれるだろうなと思うんですけどそこに対してその他のこうねあのマルチスピーシーズの今話ありましたけどそういうものを含んだそのこう、まあ、多様性、まあ、人類の多様性もそうなんですけど 他のこう生物も合わさっての,この、まあ、地球だったりとか宇宙だったりとかさっき火星の話とかもありましたけどなんかそこも含んだそのこうなんだろうなど,どこまでのこう、まあ、枠というか概念みたいなものがこう社会性として捉えられていてでこれからどういうところを意識しているのかなみたいなのをなんかすごくなんか今日聞いてみたいなと思いました <laughs> 聞いてみたい誰に聞いてみたい あはい、じゃあそちらの方まではい、はい、ありがとうございますいや確かにそのどのこう範囲でやっていくかってすごい難しい話だと思っててさっきちょっと前にこうなんかこう人間ってこう8は2キロ圏内でやってるけど地球の裏側からも人間はこう持ってこれちゃうようになったよねっていう話があったと思うんですけど短期的に見るとこうなんか物事が効率化したり高速化してこう 人類が発展してていいっるるよううに見えるというかできるることとが増えてると思うんでですよねででもそれって多分こう全部やるっていうのが正もしかしたら長期的にはこう正解じゃない可能性もあってじゃあこうじゃあ長期的にどこを目指すかっていうのはこうもうちょっとまあいろんな人間同士ももちろんですしさっきこう NES のプロジェクトでこうなんかこうなんでしょうみんなでいいものを選んでど,どんな街がいいかなみたいなのをこう 考えながらできるツールみたいにも見えたと思うんですけど、こう自然も含めてこう、対話をしながら、変化をしながら作っていって、こうどのぐらいの範囲でやっていくのがいいのか、それはこう、なんか資源によってとか、こうテーマによって全然違うと思うんですけど、それぞれでやれ,やればいいと思うので、こういろんなステークホルダーでこうやっていこうっていう話なのかなという <laughs> あの、まあ、明確な答えではないですけど、やり方の話で、ただちょっと今こう、話を聞いてて思ったのが、じゃあ結局それの目的って、 三橋とかありとかがこうじゃ新社会性っていって世代を超えてその集団としてこうなんかシステムを作ってるでもそれっておそらく種としてやっぱ存続するっていう目的はあるあるというかそういうところにはやっぱつながってるんだろうなと思ってじゃ果たしてこう人間がこうじゃあ理性を持ってそういう共存みたいなのを考えてるのはこう人間という種人という種がこう存続するためのものなのか たまたた今、地球全体、持つ種を超えたこう共存みたいなものがテーマになっているのか、その両方なのかみたいなところは、あの今の話を全体を聞いてて、ちょっと気になったところですという、はい、答えにはなってないんですけど、感じたままお話してみました。<laughs> あ いや私もそこはすごいどういうふうにやっていけばいいんだろうっていうのをアートを通して探りながらやってるところではあるんですけどなんか、うん、私とかの場合だとなんかその人だけでやっぱり考えていてもなんか暗礁に乗り上げるというかどうすればいいか分からないからこそそういう小さい自分たちと似た新社会性を持ってる生物だったり そういうい生態系を持ってる者たちからヒントを得ながら自分たちで行動してみるなんかそういうことをアートを通して広げていければなんかそういうことをつなげられるんじゃないかなってそういう考えを持つ人が増えればなんか変わるんじゃないかなっていうふうに思ってミスバチとかに興味を持ったのでそういう大きく広げて人間の世界だけ見るっていうよりかは。 近くにいるそういう生命体ミツバチだったりアリってすごい身近なものだと思うんですけど自分たちと似たような生活を送ってるっていうそういう身近なところに目線をまず向けてみてそこを分析してみて解析してみてそれは多分あの皆さんがやってらっしゃるような AI だったりとか、まあ、あの普通に生物について考えてるだけじゃなくてそれはアートもできることだと思うのでそういうことを考えながら。 できるアーティストになれたらいいなとか、そういうアーティストが増えればいいなとか <laughs>、思ってたりします。はい、すみません、ちょっと感想みたいな感じだったんですけど。はい。ありがとうございます。ここであの、会場の皆様にも聞いてみたいなと、思っておりましてですね。<laughs> 日々、こんな社会的な問題は、どのように、考えられるのかということを。松田、松田さんに聞いてみたいとか。いやいや、あの、何かこう。今までの中で。 よりちょっと深く掘り下げた方がいいことなど伺いたいなと思っておりましてどなたがいらっしゃいますでしょうか <laughs> <laughs> はいはいさっき「蜜ロうがすげえ」って話をしてじゃないですか蜜ろう蜜ろの発明ってどうやってできたんだろうっていうのを気になってっていうのもえっと技術人間の技術と生き物の技術の再生って何なんだろうなと思っていて 人間の技術はいわゆるその、まあ、崩壊の方向に進んでるとも言える部分もあるけれども密漏とかそういう発明ってそれと違うのかなとかなんかそのそこの違いとかなんかあの気になっておりますで,でもその本当になんか生き物の発,発明ってそれこそずっと続いてるとか何千年も何万年も続いてるような維持してるような技術としてなってるけれども僕らはそのパッと消えて バッと壊れそうみたいな,なんかそういう危うさを持っている中でどう解釈されてるんだろうかとかその発明が蜜蝋の発明がどう生まれたのかとかちょっと気になっているんですけれどもすみません発明っていうのはあの発見ってことですかいやミツバチが最初から蜜朗だったわけじゃないんじゃなくて蜜朗を使わないハチもいるんですよね。泥蜂とかもですかあのはい、えー、もちろんおっしゃる通りでスズメバチはまた蜜朗じゃないですよね。 あれは、ちょっとしたものを集めて造形したりとか、あとはあの全部プロポリスっていう、います、あのはははりなし鉢ですかね。日本にはいないですけども、そういったところからあの、まあ、いわゆる蜜蝋ですね、ビーズワックスというものを、はい、どいかがでしょうか。すみません、<laughs> くわあの、かなりしも専門じゃなくてあの、確かこうだよなっていう話なんですけど、 蜜蜂をあるバチが進化する過程で蜜蜂の祖先系だった種には蜜,蜜蜂を生成しない種があって。 あでそれは進化の進化の系統樹を見るとあの蜂の仲間でアリのグループの中で蜜ろを生成し,しないグループのしない人たちの方が圧倒的に多いその中で蜜ろを生成する人たちがポツポツといるんですよねなので割と進化の中では最近比較的多分最近その昆虫が羽を生やすとかいうよりもずいぶん後の方 で出てきた形質であることは多分間違いないと思います。で、えっと、なんで出てきたのかはちょっとよくわかんないんですけど。 えとアリやハチは群れで暮らすのであの要はビルを作なないといけないとけ作るとあの効率的に暮らすことができるっていうので、まあ、アリもハチもみんなそういうビル構造を作るものが多いんですけどその中の素材としてあこれ使えるじゃんって多分 <laughs> で出てきたんでしょうねでこれめっちゃ使えるわーって言ってその出た種が多分数が増えて、まあ、進化の系統の中で蜜ろうを作るグループが数が 数やや分布や種類が増えていったって多分そういうことだと思いますけど、ねはい。で、それはもう進化論で言えば出てなかった時にある日突然そういうのが出てきてえ使えるなって気づいてで使ったらうまくいってうまくいったやつが長いあのより子孫をたくさん残せたから数が増えてったっていう多分そういういことになるはずです、はい、ちなみにその蜜ろを使う種類っていうのは世界中にいるものなんですかその地域によって偏りがあったりするんですかね ミツバチミツバチのグループは確か大体使,うんですけど使えるんですけど、ミツバチ自体がです,、ね、あのすごく分布がもともと限られてるんですよ。ミツバチはあの我々、えっと、東洋、えっと、アジア圏が基本的に多いミツバチ、何種類ですか ?9 種類、十種類ぐらいいるんですね。で、ヨーロッパには1種類しかいなくて西洋ミツバチっていうのしかいないんですけど、これがめちゃめちゃ広い分布で、スカンジナビア半島からアフリカの先端まで。 ミツバ30種類ぐらいの足に分かれてはいるんですけども <laughs> えとあとは残りはみんなアジアの方です東アジア南アジアにいるのがあの蜜ロウを作るグループだったと思すで他にももしかすると蜜ロウを分泌する生物いたかもしれませんけどすみませんバチについてはそんな分布をしてます、はい、うん自分から全部ひねり出すっていうのはすごいですよね そこが結構、私は注目してるんですけど、うん、全部ひねり出すじゃないですか。あのー、ひねり出すし、いろんなものひねり出せるのってすごいですよね。<laughs> プロポリスにしようとか。ひねり出す系がポイントなんじゃないかなって思いましたよね。なんかうまく輸入しようとかね、石油を見つけようとか、そういうのよりもなんか生き残るんじゃないかなみたいな。 2>, 2キロ圏内のものをうまく使っていろんなものをひねり出すのが面白い、うん、っていうかすげえっていうところですかね。って僕は思ったんですけどいかがですか <laughs> ど,どっちの人生が生きたいかっていう話なんだけど<笑><笑>な,なんでもこの辺からちょっとなんでも質問コーナーに したいわけですけど、い,いかがでしょうか。<laughs> あの。先ほど、あの。ミツバチは三種類の形態が。ある。ジョバチ。働きバチ。ドローン、あの。オスバチですよね。で、今話してる。おそらく、あの。ミツロウ。 分泌するのは働き鉢っていうことですよね。だけど、そのこう、他の、こう、それぞれに、個体に役割がそれぞれ存在してるっていう、この、まあ、3つ以上のものが、こう、まあ、それぞれの役割を果たして、その社会性を、なんか、築いているみたいなものっていうのが、どう言いたいのかな。 こうま、人,間人間の社会における組織だったりとか、なんかこう、まあ、構造というか、まあ、社会を構築していく上とかで、なんかこう、すごく、なんかヒントになるのかな、みたいな気もし,していても、もちろん、あの、和歌があっての構造なのかなとは思うんですけど、他のものっていうのも、それはそれで必要な役割として存在してるみたいな部分っていうのが、 男女もそうですけど人種とか、まあ、職業とかもそうかもしれないですし、まあ、それぞれのこう、まあ、オキュペーションというか役割のあり方みたいなものっていうのは、まあそのまあ、ど,どういった辺はいいのか分かんないですけどその辺をあの松田先生に。間違いなく ジョウバチも、ジョウバチが必要なのはもちろんそうだし、働きバチももちろん必要だし、ほとんど役に立ってないと思われるオスバチも絶対必要なんですよね。どれが欠けてもミツバチっていう種はもうあっという間に耐えてしまうのであの、全部必要だと思います。社会の中でいろんな役割が必要だっていう、あのー、エコゾフィックな形の考え方にも通じるかもしれない。えー、ですね、うんそんあ。なんかもう一個言おうと思ったんだけど、飛んでしまいました。 思い出したら見ますそうですよね、きのフェフェミフェミニストみたいな人と話してたんですけど、み <laughs> たいなとか、まあ、そういう、全然あのフェミフェニストは素晴らしい存在だと思うんですけども、<laughs> あのー、そもそも、押すというのは、社会にどの程度必要なのかという <laughs>、なかなか難しいテーマですよね。<laughs> 人間においてはどいかが、いかが、かりますか <laughs>、ね、社会が決めるんですよ。割適切な割合って。あのゾウアザラシみたいなハーレムを形成するようなやつは、1頭のオスがいて、メスが何百200頭とか300頭とかいるんですけど、オスとメスの割合別に1対100でも全然問題ないんです。だけど、あのか弱い人間はですね、まあ、特にか弱いオスはですね、えーあの、1対1だとあぶれちゃう人が結構多かったり、あるいは、あの あ生物の進化的に見るとメ、メスは優秀なオスにケアしてもらう方が多分、あの繁殖成功は上がるはずなんです。えーとまあ、要は、解消のあるオスがいて、えー、複数のメスを抱えた方が、いメス個人で見ると、たくさんの子供を養えるはずなんです。だけど、そうすると、溢れるオスがいっぱい出てきちゃうじゃないですか。それはかわいそうだと。だから、もう、世の中のルールを一歩一歳にしちゃったんですよね、多くの国では。 <で>それが宗教ですよね。ま社会とか。えー、そうだから、うん、結構デリケートの問題ですけど <laughs> あの、それがいいか悪いか別としてでも、そう,そう機能し,してきたんじゃないかなというふうに見えますけどね。はい、か,か弱いオスのための制度かななんて一歩一切は思ってますけどね。つまり男の方が弱いということも確定したということで。そうは弱いでしょうね。はいはい、オスいなくてもなんとかなりますからね、世の中は。<laughs> あの生物の死はどこも大事ですよ、ね。にに なぜ日本の国会にはあれだけオスが多いんだろうかね。<laughs> 大体、あのー、説明できミツバチの巣も最後、崩壊軍になるとほとんどオスだけになる <laughs> <laughs> もうそのもう、社会の終わりってことですね。社会の終わりですけどね、ええまあ。それと同じかどうか分かんないですけど、<laughs> まあ、そういういことい<や>ありますそれと同じなんで <laughs>。これについてあの意見のある方、いらっしゃいますか 山さん的何か思われるすいませんすごいなんかだらだらとした何かになってしまうかもしれないんですけどなんかそういう繁殖とかを、まあ、分配していくでその後はいろいろ生産というような行為をまあそもそも分配されてたと思いますけどなんか社会の仕組み的になんかそれが分配されたような 気が、まあ、繁殖とか生産とかっていうことそういうふうに思えるような状態にはあると思うんですけどじゃあ次そのクリエイティビティとか想像とかっていうことを分配しますとなった後にじゃあ次分配されるものって何なのかなって少し気になりますね。 て <laughs> あとその,その想像力っていうのがそもそもその生産とか繁殖とかっていうものに並び立つようなものなのかって私は少し疑問でなんか,か、はい、ア,アーティストとしてやってますけどなんか犠牲産っていうか、はい、あまりそういったことじゃないなっていうような気はするんですけどはい。はい <え>もちろんその,そのなんていうんですか影響がある人っていうのはわーってこう多分生産に結びつくようなことになるんですけど、はい、まあ90%以上は不利不りというかそういう波及効果がなくあの存在してるんじゃないかなと思うので,で別にそれがいいのか悪いのかってあんまりこうどうとも思わないまあそうじゃないっていうそのそのあのその過程で頭の中でかなりこう 厳しいというか苛烈なアイディアの,の生存競争が私の頭の中でもあってこれはもうダメクソみたいなアイディアだって言ってすぐやめたりとかそれをいくらでもやってその最終的に何するかって決めたりもしてるので、まあ、そういうふうなことを考えたりしました。なるほど。<laughs> はいコメントある方。<laughs> コメントある方いやいやいや、あのうーん、まあそういうあれですよね、私は意外とそういうことが興味があって、まあ意外とミツバチとかって、なかなかこう、いいんじゃないかなって思ってるわけですけど、<laughs> <laughs> いいんじゃないかなっていうのは、まあ皆さんこう、一回ちょっと体験してみるといいんじゃないかなっていう意味で言ってるわけですけど、うん、ひねり出すとかね。 めち,めちゃめちゃ用法ってひねり出しですもんね、なんかね。あ、もうまずいと思ったらもうすぐ殺すみたいな、もあり,ありますし、ひねり出すこともありますし、なんかそういうことを、まあ、皆さんや,やってみたいなと。皆さんとやってみたいなって思ってますけど、こ小西さんどうでしょうか。<laughs> <laughs> え、あの、 うーんね、皆さんからあの皆さんどうですかって聞いてもあのなかなか難しい話題だと思うんですけどでもあの私たちはねはちみつを食べたり日々都市でもミツバチをこう見たり、まあ、たまに怖がったり。 この身近ミツバチをこう知るといいことがあるよっていうのを本当あのビースローさんと会ってあの気づきましてだかなんかなんだろう、まあ、今日のトークもそうなんですけどこの都市そもそも本当にそもそもの話都市にミツバチがえいるのみたいな方もたまに出会うのでなんかまあアートの 今ちょっと難しいレイヤーの話に <laughs> 行きましたけどなんかそもそもそのアートを使ったり AI を使ったりして、まあ、知ることでそ,のそこから想像力を働かせることができるのが人間ですしあと私がまあ最近興味があるのが人間の共感力の部分で,であと擬人化とか擬人法の部分なんですけど、まあ、その 蜂のことをこれだけ1時間以上もか考えたりとか、まあ、それについて知りたいって思うのもなんか人間のその興,、まあ、興味の部分と共,共感自然に共感してその作品を作りたいっていうあのお話もあったと思うんですけどなんかその辺りが人間のすごい特徴的なところだなと思いましてなんか、まあ、自分たちだけのことではなくて この社会全体に共感を持ってこう見ていくとかアートを作っていくとかであとそこから、まあ、この東京ビエンナーレの,あのテーマでリンケージっていう言葉がありましたけどこうつながりの中で、まあ、私たちが何ができるかとかを考えていきたいなとさっき荒川さんがねそういうアーティストになりたいなじゃないですけどそうやって一人一人が会って。 うん、自分の幸せとか、自分の豊かさと方向の <music> 今日聞いた話のミツバチをこう。ちょっとリンクさせて共感させて考えてみる。きっかけに今日はなったんではないかと思 <laughs> い <laughs> 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 ます。ま私はそんなきっかけになりました。そ皆様がねこうミツバチって全然考えたことなかったとかまあ、自分はちょっとミツバチにこう興味があるとか。 その新社会性について今日は知りたかったとか何かそういうちょっと一言いただきたいんですけれども <laughs> どうして今日お集まりになったのかが気になりますがどなたかいかがでしょうか えと今日は船山さんに、えー、以前2箇所ほど、えー、蜜蜂を見せていただいて、はいあのーえ、こんなに日本橋でも集まるのっていうことを感じて、あとはまあ1か月ぐらいで、えー、蜜がたまるっていう、その辺がすごく不思議な世界。で今日聞きたいことは、まあ、あの蜂の巣の寿命とか、 でまあ、あれは多分幼虫を育てて次の段階に持っていくための、まあ、ある程度基地的なものだと思うんですけれどもで、まあ、使い道がなくなったときにはどうなるのかなとかその辺をちょっとお聞きしたいなっていうのとあともう一つは船山さんがなんで蜂蜜に行ったのかなっていうことを聞きたいなと思っております。い2つ目の質問はすごい簡単で 全部自分でひねり出すからですね、ミツバチが。ああうん。そこが結構いいんじゃないかなと思ってます。あ、寿命って、西洋ミツバチにおける寿命っていう概念ってないですよね。う<あ>ん、ううん多分、運命論的な話ですよね。まあ、人間の住宅みたいに、はい、その後どうなるのかとか。 あでも割と長く使われるんです割と長く使われます。で、えっと、野,外野生の中ではどのぐらいか分かんないですけどやっぱ数年ですね。あ<ー>あの蜜ロう自体はもすごく長持つんですけど数自体はあの常にエントロピーが増加する方向に行ってですねあの巣を食べるのが大好きなやつらとかもいてですね。あ<ー> <laughs> であの、えっと、巣がやっぱり古くなるとあの壁がだんだんこう厚くなってきて。 あのセルの中の壁が厚くなると、つまりスペースが狭くなってくるんですね。そうするとちょっと幼虫が窮屈になってくるので、もうそしたら新しいやつを作り直そうっていう形で、数字自体もちょっと古くなったりします。すそうですね。だいたいあの人工的に飼ってる我々のすとこだとまあ、人によって違うかもしれない。うん、私は3年ぐらいで、あのああの1回リセットします。 はい、リセットした後あとに蜜ろうを取ります、蜜ろを取って、あとはあの、えっと、僕は焚き火の燃料にしちゃってますけど、<laughs> <laughs> まあ他の使い道もあるかもしれませんが。そうですねと、そのまま残るか、あと食べるやつがいるそれ餌、それが餌に見えちゃう、え見えちゃうといあの蛾の仲間、有名なが蛾の仲間なんですけど、蜜あの蜂のスツづりガっていう蛾がいて、蜜ろが大好きなんですよ。 蜜を食べて育つやつやがいる大体いいそういうのが速やかにやってきて、蜂が放棄あのその巣を放棄するとそういうのがやってきて、速やかにボロボロになって何もなくなります。はい、循環はしますね。はい、あ皆さん、誰しも世界中の人が知ってる議論として、あのミツバチがあのい,ないなくなっているみたいな話あるじゃないですか。あれ結構ミスリーディング的なところ、僕、あると思ってて。 完全にはなくならないと思ってるんですよ。あの、よく書いてあるじゃないですか。アインシュタインがどうのこうのとか、まあ世界,世界あの、本当に世界共通言語として言われてることなんですけど、どう思いますかあの、僕、あれはもう完全に、ミツバチっていうのはもう世界を完全に、えー、もう制圧してる種なんですねあの。じゃないですか。もう世界中にいるしいくらでも増やせるんですよ。<laughs> ですからなくなるっていう概念が僕は存在してるのかがすごく疑問なんですけどその前に人類の方が間違いなくなくなりますからうんっていうことは言われてないですあんまりうんそうですよね <laughs>、うん、<laughs> はい明らかに環境に対しての報酬が大きいですもんねミツバチの方が うんうん、あの,あのそれも、まあ、そうだし地球温暖化も実はそうなんですけど我々は人間ってすごく脆弱な生き物で、えーとまあ、他の生物を守ってあげるあの万物の長だ長だみたいなのはかなり傲慢な考え方で、えー、と僕らは非常に微妙な環境でしかい生きられない脆弱な生き物です。だってのの濃度があの 0.1%上がっただけでもう大変なことだと言っているわけですよね。たかだか30億年とか40億年前は CO2 の濃度98%あったわけですよ。だけど全然減っちゃらですよね、生物は。我々は0.1%増えた減ったで大,大問題。で、ミツバチのこともそうです。ミツバチのポリネーション機能が減ったら僕たち食べるものなくなっちゃう。 大変だって言ってるけど、別にミツバチは僕らのために生きてるわけじゃなくて、うん、ま別に人間が死んだって大したことないって、大したことないわけですよね。だから、僕らはむしろ彼らに助けられてるっていうか、あのであの、生かさせてもらってるんですね。で、共存とかの話だけありましたけど、あのマルチスピ,スピシーズの話にもそうですけど、僕らは。 他の過酷な生き物を助けて死なないように手助けするみたいなのはもうやめた方が <laughs> よくて、もっともっと脆弱で自分たちがせいぜいぜ生き残りうる環境を残すっていう感じかなと僕は捉えてますけど。これはかなり深いですね、政策的にも。<laughs> <laughs> 在来種保護っていうのはどうなんだろうかっていうことですけどね。<laughs> うんはい。 お時間いかがでしょう、えー、何かあと少しこれあのー、そうなんであ大丈夫ですのまあ,あのー、まず、あ、写真だけだとあんま面白くないなと思いましてあそうですで、はいで今回はそのなんか都市 の中でまあ生成した画像とかをベースにして、設計図なしで模型を組み立てるのみたいなことを実験してみたんですね。で、あの普段普通にやる設計ってちょっと全然話違いますけど、まちょっと近いのかな？設計図がないからと思いつつ、あのまあ、図面引いてまあ、打算的にも設計していくみたいな感じの模型を作ったりするんですけど、僕ら6枚ぐらいのまあ、都市農場と教授の写真を組み合わせた。 写真だけで、それを3人がまず解釈して、1区画立てて、次の日に3人がまた違う画像で解釈して、付け足していくみたいな、そういう設計手法ってもので、まあ、空間ができるんじゃないかみたいなことをやってみてまして、なんかそういうその、ちょっと近いかもしれないです、近まあ、めちゃくちゃ近いと思うんですけど、まあ、そういうのがす素敵というか、生き物を吸うのを構築的な、あのー、なんか。 図面なしで、能動的とか本能的とか、なんかそういう関係で文化,が文化的な構築物が生まれていくプロセスみたいなものになりうるんじゃないかみたいなこところをちょっと実験的にやってみたっていう感じのものになって、ちょっと持ってきましたって感じです。はい、はい。おっしゃる通り、極めて水橋的な世界でした、今の。水橋的でしたか、はい <laughs> そ この辺とこの辺からすぐ始まって最後ガチャンって合いますからね、<laughs> そうですね、なん,でなんか人間の巣って何なんだろうとかこれあのだ、何だったんだろうみたいなところとか、すごい気になっていて、うんはい、僕はそれがすごいあの興味深いところだなと思ってて、それを僕も発見したいなと思ってやってみてるという感じですかね。すごい。はい。ここには、私の知らない方も何人かいらっしゃるんで、あの。 あの今日、樹里さんの知り合いであの、それでちょっと来たんですけど、まあ、生成系の AI、私もやってましてあの、やってたと、やっているという、やってましたというかあの、今流行ってる時代じゃない、大昔の方でやってた、だからもう、今はなき技術がやってた、古きよき <laughs> 感じなんですけども、なんかこういうふうになんか,あのなんていうか、生成系の面白さっていうのは、その何が出てくるか、そ最後まで分かんないというか、 そういういところにかか価値があるのかなってそれがその他の人と,、えー、と組み合わさって一人で作るんじゃなくて他のところで組み合わさってなんか出来上がる今その,あの見せていただいたこういう図みたいな感じでそれがあの一つのなんか物語というかその空間として出来上がるとすごく面白いのかなって思います。であの あの私、あの,そうなんですあの新社会性って言葉出てきたときに、ちょっと心を取ったのは、あの私、あの新社会性あんまり好きじゃないんですよ、実は。<laughs> <laughs> あの本当のこと言うと、なんでかというとですね、あのまず、えーと、先ほどご説明していただいた感じで、あのまず、そのとてっぺんがいて、てっぺんとかそのその受精可能なてっぺんがいて、その上に、その 生殖できない動物を従えてそしてオスがいてみたいな感じの構造になってるんですけどすごく冷えらげ、冷えらげ、海藻チックだなとで。海藻チックっていうところがなんとなくその本当に社会っていうところを表す時にい,いいかどうかっていうのはあんまり良くないかもしれないですけどもあのちょっとだけなんか引っかかりがあるわけですよ。 でそれっていうのは確かにその種を残すつまり利口的な遺伝子じゃなんですけど種を残す上では有効なんですけどなんかその多様性という観点からするとちょっと実はズレが出てくるのかなというふうにちょっと思ってましてでというのも例えば何年前かなあのミツバチかは蜂,蜂の研究であの働きょって本当は受精しないんですけどもしちゃった働き蜂がいてでそれが女王蜂の巣にっとですね巣に こ卵を産もううとしたっていう動画があってそうするとですね王蜂がねめちゃくちゃねその蜂をですね殺しちゃうわけですよね。それ結構独裁的なところもある。でそし新社会性を維持するっていうところはものすごく実はある意味その多様化という観点からすると実はその外れる観点もあるのかなと思ってじゃあどうやってじゃあそれを踏まえた上で人間の社会性っていうのはどうやって作っていくかっていうところに実は価値があったりするのかなと思って。 えというふうに思ってました。<laughs> ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あの、す、すごく面白い、あの、ご指摘だと思います。あの、新社会、えっと、生物の世界のことを、あの、く、わ、あの。必ずしも詳しくない方いらっしゃるかなと思ったんで、ちょっとフォローしますけど、僕もですね。ミツバチの、や、ことをやり始めて。 やっぱ強烈なヒエラルキー、1個の群れに数万匹いる中の女王蜂がトップに君臨して、あの数万の従業員を押さえつけてるっていうのをあのだろうなともと当然やってたんですけど、勝ってみるとですね、違うってことが分かったんですよ。これはびっくりしたんですけど、あの役割分担なだけでですね、女王蜂全然偉くないんですよ <laughs> あの。具体的にどういうことが起きるかっていうと、女王蜂は、 働き蜂がいつでも作り出せるので働き蜂から見た王蜂の都合が悪くなるいやたま年を取って例えば卵を産みが悪くなるとかなんか巣の中で怪我して足が折れちゃったとかなったらもう直ちに追い出されるんですよ働き蜂がこの王蜂いらないっつってもう外出てきて追い出されてで残された卵の中から王蜂を、まあ、勝手に作り出すんですよね でしかもそれがなんかリーダーがいるわけじゃなくて、群れ全体としてリーダーがいないのに、なんかたくさんの個体がまるで1個の生き物のように指示系統があるかのように動いてるっていうのがすごく面白くて、で、それはもうオスバチもそう、メスバチもジョウバチもみんなそう、働きバチもみんなそうで、ただの役割分担っていうのが、あの、これやってみてですね、僕も感動したんですね。でも面白かったです。だからあの あなんだジョーバチ全然偉くないっていう, <laughs> いうのすごく面白かったなとも感じました。で多分新社会性の、あのー、重要な要素は多分そこで多分リーダー強烈なリーダーとか圧倒的なヒアラルキーがなくても成り立っちゃうっていうのがそして何か知らないけど全体としてまるで一個の生き物のように動いてるっていうその不思議さが新社会性生物の魅力なのかなって感じてます。はい これはあの人類でいう全体主義とは全く全然違いますよね。はい。あの、まあ、ある種参考にされた部分もあると思うんですけど、結果としては全然違うだ。なんか全然人類が学べないところらしいですね、はい、新社会性生物。はいね、新社会性の世の中になかなか人類はできないっていうことみたいですね。えー、なんかリーダーが常にやっぱいないと、総理大臣とか大統領いないと回らないじゃないですか。総理大臣とかなしで。 ミツバチみたいな社会ってなんか回らないって作れてないんですよね。それはできたら面白いですけどね。あのミツバチの会議って本でも読んでいただければ。はい <laughs> <laughs>。な <laughs> えー、何かうまく回らない。組織が何か,なんか機能しなくなる。らしい何か実験的にやった人たちは何かいるんですけど、何、はい、かなんか、えー、うまくいかない。そう面白くないです。<laughs> その辺が皆さんの社会課題なんじゃないですか <laughs>。<laughs> <laughs> うんあの、明日登壇する瀬戸正則さんも、同じこと言ってまして、三ツバは全く誰からも指示を受けていないと。あのようにこう、指示されて、なんかすごい生産、高い生産能力をは誇っているって言われてるんだけど、全然適当にやってるやついるからっ言ってました。<laughs> 適当にやってるやつがいるから、あのバリエーションができるわけですね。ほ本来そうでなければ一個、1個だけ、はちみつに入るのは。 桜が咲いたら桜に行けばいい。それは機会ができること。うん、繁殖に関わるのは一匹しかいないのに、働き鉢の中には多様性が残されてて、その多様性が残されてる数ほどどうやら次の世代に残りやすいっていうのが不思議ですけど、まあ、リアリティとしてはそういうことがあるみたいですね。ありがとうございますな。何か他にコメントでもあれば。 ありがとうございました本当に皆さん、新社会性の方がちょっと、はい、こんな感じで複雑化しましたけども、<laughs> はい、そんな感じで皆さんの、えー、今後の、今後に来たいということで、はい、あの若い学生たちにも非常に取り組んでいただきたいなと思っております。<laughs> 今日はありがとうございました